日本の家具文化について紹介したビデオが YouTube に公開されていました。動画はインテリアを扱う大手販売店ニトリを訪れて、日本ならではの家具や家庭用品について詳しく紹介した面白い内容になっています。海外で人気の IKEA が扱う商品とは違った日本らしい商品の数々に、海外からは多くの驚きの声が寄せられていました。A popular Japanese furniture store, you will first find many different examples of what your home could look like. Kitchens in Japan are quite different from other countries. We typically use gas stovetops, which don't come with an oven and instead come with a fish grill to grill fish. Cupboards.いつもながら非常にためになるビデオをありがとう。あなたはいつもながら綺麗だね。家具を買うことにハマってるんだよね。このカーテンのやつ使ってる。ランドセルがすごく小さいね。なんでこの暖かいテーブルがアメリカにはないの？日本ではこたつや小型ストーブが人気なんだよ。電気代がかからなくて経済的だから。ニトリはIKEAに似てるね。日本のものは何でもすごくキュートだね。ほとんど花柄なんだね。本当に綺麗。花柄の洋服が大好きだけど、オランダではおっさんが花柄を家で使うのは一般的じゃなくて。あなたのビデオはちょうどよかった。12月の終わりに東京に引っ越すから家具を買わないといけないの。本当にありがとう。枕に顔をうずめたところで後ろの女性が笑ってた。サウジアラビアはIKEAに行く人が多いかな。日本の家具を紹介してくださったこちらの動画、海外の皆さんにとって非常に役に立つ内容だったようです。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまたこちらのチャンネルで皆様にお会いできることを楽しみにしております。